阪神ドラ3、セリーグってどっちっすか？阪神タイガースからドラフト3位指名を受けたキロジーホールディングスの木下理人投手、23、のインタビュー。すごそうだなと思うバッターを聞かれると、本当にプロ野球わかんなくて、セリーグがどこかもわかんないんですよと告白。頭の中に村上宗隆選手が浮かんだ。村上選手ってすごいじゃないですか。ヤクルトってどっちなんだろうと苦笑い。野球はやることが好きで、プロを目指して野球をしてきたのではなく、野球を好きで続けてきたらプロに誘われた。マジか。これが今の子なのか。セリーグパリーグ知らないはある意味すごいな。そんな漫画みたいなやついるのか。社会人にはプロ志望届けないからマジで知らんかったのに急に指名されたのかも。不思議ちゃんタイプか。高校生とかならともかく社会人でそのコメントはないだろ。しかも福岡大学卒。業界研究が足りない。野球はやるものって感じか。ネットとか見ないなら阪神向きやん。ちなこいつめっちゃ球速いぞ。抑え目指すんかね。